体操女子日本代表の宮川紗英選手をめぐる指導中の暴力問題。手で叩かれたり髪の毛を引っ張られたりされたことはあります。暴力の事実は宮川選手と速見元コーチ、そして日本体操協会の双方が認めています。8年以上にわたり速見コーチに指導していただきました。厳しさの中にも人の何倍もの楽しさや優しさがあり、体操は幼い頃から専門的な指導が必要で、長い時間を指導者と過ごすことが多いです。大きな怪我や人命に関わる事故につながりうるスポーツです。怪我してしまうぐらい、命に関わってしまうぐらいだったら叩いてでも分からせなきゃいけないっていう認識を持ってました。体操は一対一の指導も多く、選手が精神的にも指導者に依存し、指導者の暴力を受け入れてしまうことがあるとされています。